です。こちらですね、女子学生はなぜ就活で騙されるのか。こちらの話の中に親の感情100害あって一理なしって話があるわけですけど、まあ、親は我が子に期待かけちゃうっていうのは当然なんですけど、まあね、親が持っている情報や価値観って昔のものじゃないですか。その本人の能力がどれくらいかっていうのを無視して、やっぱ夢を勝手に親は子供に押し付けてしまうわけですよ。ね、もしかしたら昔の親の世代であればそれなりに緩かったかもしれないけど、であれば履歴書とか書かなくてももう来てくれと言われて受かってしまうっていうような時代もあったみたいだし、で出勤する時にタクシーとかね、タクシーですよ、わざわざタクシーじゃないか、自家用車で送り迎えしてくれるっていう企業もあったみたいですね。ただ聞いた話の中ですけど、今で全然考えられないですよね。内定通知が来るのか来るのか来ないのかっていう、まあ、最近はその内定をねと出すのはいいんだけど、その後に学生が別のところに受けてしまって、で内定、まあ、3つから5つぐらい取った後にその中の一番行きたいところに内定を選んでそこに行くっていうことがあるから、まあオアハラスレメントってね、その学生に対して脅してでも取りたいっていう、まあ、企業あるわけじゃないですか。まあ、だからこそそんな現状ね、親は多分今の親世代の頃にはなかったことなんですよ。何せ今って交通費出して負担してでもそれは学生は行くでしょうけど、それを企業側が、ね、そのね、わざわざ電車賃だとかタクシー代とかをねわざわざ払ってまで来てくれてる学生に対して、そのコストを逆にじゃあ私たちが代わりに負担しますよって出してくれるとこってまあ少ないわけじゃないですか。昔はよくぞ来てくれましたみたいな感じでタクシーは呼ぶわ、ね、自家用車で直接迎えに行くわっていうね、待遇が全然違う時代だったわけですね。なんかそんな時代に生まれたね親とかで、今のね自分のねお金を負担してでもとりあえず就職して活動しなきゃいけないっていう私たちですよ。親世代の人に読んでもらった方がいいんじゃないかなと思ってこういう動画を撮ってみました。それでは。